はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。はい、本日は4月14日日曜日、今現在の時刻は、午前5時52分です。ただいまのミラバンの走行距離が119,250キロです。はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。いつも平日だと、会社向かう前にコンビニなど寄って値下げ商品見たり買ったりしてる動画になってる、毎朝のルーティンなんですけれども、今日は本日日曜日なんでね、お休みなんですけれども、いつも通りに起きてしまい、いつも通りにもう車に乗っております。まあね、家近くのね、ショッピングセンターの販売機に来てまして、今現在の天気はこちら、晴れております。青空見えて、とりあえずね、今からね、いつも通りにね、コンビニ行って見ていきたいと思います。もうね、今日ね、寝れなかった、あんまり。まあ、9時にお風呂、昨日の昨夜夜9時にお風呂出て、寝床に入って、なんか目覚めたのが午前2時ぐらいだったの。で、あ、眠れねえと思って、午前3時半ぐらいにもうね、部屋で起きて、スマホでね、YouTube 動画とか見てました。で、朝食はね、4時頃取っちゃいました、もう。はい、昨日のね、夕方ね、コンビニL行きまして、餃子が半額だったんでね、それと、レンジでチンするご飯、あとはね、いつもの赤い発酵乳と、栄養ドリンク飲みました。それではね、行ってみるか。それじゃあ、パンツァーホー。それではね、まずはね、いつも平日で一番最初行ってるコンビニエルに行きましょう。到着しました。本日は日曜日なんでね、どうでしょうね。いや、東の虎はね、空はね、太陽の光でね、朝日で眩しいです。それじゃね、ちょっと見てきますね。あんま乾きはしないんだけどね、日曜なんでね。はい、見てきました。あんまりなかったです、飲み物がねありました、紙質でできてるパックのパッケージかな、飲むヨーグルト、ブルーベリーね、半額メニューブルーベリーヨーグルトを買ってきました。これだけでいいと思います。まあ、これを飲みながらね、移動しようと思います。さあ、次のコンビニに移動しましょう。
近くのね、コンビニ F に到着しました。はい、今ね、右側ですね、コンビニ F に到着しました。あれ、前の対向車車もコンビニ F に来てます。今現在の時刻は午前6時7分です。やはりね、日曜でもね、やっぱり買いに来る人はいるんですね。このようにね。やっぱみんな一緒ですね。やっぱ分かってる人ですね、みんなね。ほら。よっ、ちょっと。とりあえずね、商品を見ていきますか。行きます。はい、家近くのねコンビニ F の中の商品見てきました。まずはね、おにぎり、このね値引きがね少なかった、おにぎりシリーズ、スパイシーツナ30引き、あとは通常のもの、自分の大好きな、ね野球チップス、あと残りね5袋しかなかった。あとね、自分の地元のねメーカーのねこのねまあ評価のやつ、新商品じゃないこれ、ダブルメロンがあった。俺メロン好きなんだよね、すごい。ちょっとね新商品なんでね、買ってみました。それとね、自分の大好きなねこちらのねサクサクするね甘いやつ、以上こちらのね 1,2,3,4 点です。はい、それではね出発したいと思います。いつもの場所に向かいたいと思いますね。いつものキャンメシしてるね駐車場の方に、今現在6時14分です。それじゃあ出発します。We'll be right back.
今現在はね、自分が住んでる町の北側の隣の町ですね、キャンメシのしてる、駐車場がある、町に来ております。今現在4号線です。こちらのね、隣の町のコンビニエル、まもなく右側に到着します。この交差点を右に曲がったところにあります。はい、まもなくね、4号線のね、コンビニエル入ります。ここはね、結構ね、お客さん来るとこなんですよね。この真正面のところです。ここは自分は久々に来ますね。ここでは結構ね、いろいろね、マニアックなものも売ってたりするんですよ。はい、とりあえずね、到着しました。ちょっとね、このおじさん危ないな。とりあえず到着しました。とりあえずね、ここ久々なとこなんで、ちょっと見てこようかと思います。それじゃあ行ってきます。はい、中を見てきました。お客さん入ってる割にはね、値下げ商品は全くない。残念ですね。まだ地元の方があります。ここはありませんでした。それじゃあね、目的地のね、キャンメシしてるね、いつもの駐車場場所でちょっと待ち合わせしてるいつもの人のところに行ってきます。まあ、キャンメシはやりませんよ。そこでちょっとね、昨日のように、車内でゆっくりしてゲームやったり、お菓子を食べたりしてゆっくりしたいと思います。もう明日からね、お仕事入りますんでね、忙しい週間になりますね。明日のね、週と来週の週、もうかなりハードになるんでね。それじゃあ、向かいます。まもなくね、
目的地の区域が入りますんで、こちらで動画は終了したいと思います。それでは皆さんもね、今日日曜日ね、お仕事に行かれる方はね気をつけて、安全第一に頑張ってください。お休みの方はね、安全運転で、行動しましょう。それではご視聴ありがとうございました。次終わったらご登録よろしくお願いします。それじゃあまたねー。